くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。はい、ということでやってまいりました。この街に私は本当に見つかしくないと思っておりますけれども、in銀座ザ銀銀座ザ銀銀座でございます。なぜチョモラーテが銀座にやってきたかと言いますとですね、先日12月7日より予約が開始されました。一番早い人で12月17日より販売開始のソニーの最新フルサイズミラーレスカメラ α7-4 の体験にやってまいりました。イエーイ。ソニーのフルサイズミラーレスカメラのベーシックラインの最新機種 α7-4 がですね、ついに販売されるということでですね、チョモラーテはメインカメラとしてですね、 α7S3 っていう動画に結構振り切ったカメラを使ってるんですけれども、動画に振り切った分ですね、ちょっと画素数が低いと、そこに α7-4 こちらですね、画素数も申し分ないと、フラッグシップ機とか R シリーズとかの高画素機に比べたらまああれなんですけれども、それでももう写真撮るにはもう文句ないぐらいの画素数を持ってる、3300万画素ですかね、 7S3 の3倍ぐらいの画素数があるということですね。そこもそうなんですけれども、今回ちょっとですね、一番気になってるのは操作性が随分変わったということで、もうめちゃめちゃ使いやすくなってるっていうところが一番気になってるところなんですけれども、まずはですね、ちょっとショールームさんに行かせていただいて、ちょっと実機を触っていこうと思います。ということで行きましょう、レディゴー。というわけで予約受付も済ませて実機を触っていきます。自分の SD カードを持ち込んで向こうで実際に撮影できたりもするんで、体験展示行かれる方はぜひ持って行ってください。さすが銀座ショールームということでですね、店員さんはもうめちゃくちゃ丁寧に接客してくれるんですけれども、希望のレンズとかがあれば自由に付け替え OK で、この日は使い慣れている G レンズの 20mmF1.8 を付けていろいろ試してます。使ったことない G マスターとかにすればよかった。液晶が少し大きくなったってことなんですけれども、あんまり個人的にそこまで、あ、めっちゃ大きくなったなって感じることはなかったです。それよりも、もう初見で一番最初に気になったのは、あれちょっとボディ大きくないかなっていうところで、いろんな YouTuber さんたちの α7-4 のレビュー動画なんかもいっぱい見たんですけれども、誰もそこに触れてなかったなと思って、気のせいかなって思ったんですけど、調べてみたらやっぱり少し大きかったです。 α1、α7S3、α7R4 ともに横幅は 128.9mm で、 α7-3 に関しては 126.9mm なんですけれども、 α7-4 はなんと 131.3mm ということで、言うて 2.4mm の差なんですけれども、本当にパッと見て、あれでかくないって思うぐらいの感じでした。なのでそこは一つ懸念材料になるのかなって思います。ですが、ついに露出補正ダイヤルがカスタムできるようになりました。これはほんまにめっちゃいいです。2本指でないと回しにくそうみたいなレビューもあったんですけれども、親指だけで全然スムーズに回せましたので、 ISO カウントとか設定したらめっちゃいいんじゃないかなって思います。ちょっと実際に撮ってみます。みたいな感じです。もう一度撮ってみます。リーシング抑制モードっていうのをここで設定したらいいですか。はい、メニュー画面ですね。レンズ補正の、はい、こちらです。あ、はい、ありがとうございます。ちょっとクロップされるんですけど、はい、しっかり聞きますので、よければ。ありがとうございます。はい、早速試してみます。やばい、本当に全くブリーチングが起きないということですね。多少のクロップはしょうがないとして、でもこれは本当にすごいなって思いました。あと一つだけ気になった点があって、
今回からモードダイヤルが2段になって動画静止画の住み分けがすごいやりやすくなったんですけど、この下の動画静止画の切り替えダイヤルについている安全装置的なボタン、プッシュボタン、これを押して回さないと回らないというスーパー過保護仕様になっております。オンオフにさえついていないのになぜここにつけるっていう、ここはマジでびっくりしました。俺壊したんかなと思って、最初回らへん回らへんってすごいテンパりましたね。機能的なことはもう先駆けていろんな YouTuber さんも言ってくれてるし、この動画をたまたま見た人もとっくに調べてることやと思うのであんまり深くは言わないんですけれども、ただやっぱり実際に触ってみて、まあいいカメラやなと思いました。本田圭佑です。あかん、めっちゃ欲しい。いやめちゃくちゃいい。ベーシックラインのカメラじゃないです、もはや。全然プロユースでいけると思います。なのでやっぱりお値段も可愛くはないですけれども、今からカメラ始めるんだって人におすすめできるカメラでもないですけれども、でもやっぱりすごいいいカメラです。もう欲しい欲しい。まあでもしょうがないですね、かわいいかわいい嫁のアルファ 7S3 ちゃんがいますので、今回ですね、まあ、ちょっと見送りかなっていう感じはあるんですけれども、ただやっぱり実際触ってみて本当にいいカメラだなって思いました。まあ、ちょっと懸念点としてですね、もしかしたらもうレビューしてる人もいるのかもしれないんですけれども、やっぱちょっとでかいで、モードダイヤルがちょっとめんどくさい。ただ新しくできた元露出補正ダイヤルがカスタムホイールになって全然回しやすかったっていうところはちょっとピックアップしてお伝えしたかったことだったので、今回動画にまとめました。ということで、みんなのカメラライフに直接関係してくるかどうかわからないですけれども、アルファ74検討されている方に少しでも有益な情報になったら嬉しいです。ということで本日もありがとうございました。チョモラでした。コーテーいるからまた共に歩こう。あか、マジで欲しい。